ルーラーシップは、日本の競争場、守望場。主な勝ち倉は2012年のクイーンエリザベス2世カップ。場名の意味は、支配者の位い、統治者の支配権。母、エアグルーヴは1996年の優秀品場、1997年の天皇賞を制し、1997年の JRA 少年度代表馬に選出された名品。 繁殖品場として、初後にエリザベス女王杯を制したアドマイアグルーブを送り出しており、2004年の日本ダービーを制したキングカメハメハとの間に生まれた本馬は予決場として期待されていた。一口橋クラブ法人であるサンデーレーシングの所有場で450万円40口の総額1億8000万円で募集された。 一歳九月時の馬体重は 470kg だった。8月初旬にノーザンファームへ移動し、初期順地から乗り運動へと順調に調教を消化していったが、2009年の2月に右非接合手を発症している。2009年12月27日、阪神競馬場の新馬戦でデビュー。安城は岩田高生。 単勝1.5倍の圧倒的一番人気に支持され、レースでも2着馬に3馬身半差をつける圧勝で、ウィンを飾った。2010年なるお記念この年の初戦は1月23日の若駒ステークス。デビュー戦の圧勝が評価され、単勝1.7倍の一番人気に押された。レースでは、 最後の直線で前を裁くのに手間取ったことが影響し、内からロスなく、抜け出したヒルノダムールに一馬身反差及ばず2着に、敗れた。続く3戦目には、セントポーリア賞を予定していたが、熱発のため回避。やむを得ず次週のスミレステークスに、目標変更したが、今度は、フレグモーネを発症しこれも回避。結局、 当初の予定から2週間後の3月7日のアルメリアショーにまでずれ込んだ。単勝1.4倍の一番人気の指示を得た。レースでは中段から第4コーナーで外をシュース競馬を展開したが、さらに外からまくってきたタムロスカイが直線で急激に内側に車行し、 馬体をぶつけられ大きくバランスを崩す不利を受けたものの、そこから盛り返して2着馬に1、身に1、2差をつけての1着となった。4戦目となったのは、毎日倍。一番人気に、指示されるがスタートで出遅れ、さらには隣を走っていた、座帯機の故障、落馬の影響もあって、ダノンシャンティの5着に敗れた。この敗戦により、さつき賞への出走を断念した。 短期放牧を挟み、東京優秀へのステップレースとして5月8日のプリンシパルステークスに単勝1.9倍の一番人気で出走した。主戦の岩田が同日の京都新聞杯に起場したため、安城は横山則博に乗り換わった。勝負所で外から早めに進出すると直線ではメンバー最速体の上がり3回33秒7を、 記録し4馬審査をつけて勝利。東京優勝の出走権を獲得した。迎えた第77回東京優勝では、主戦の岩田が、ビクトワールピーサに起乗したため4位広文に手綱を、委ねた。道中行為を追走するも勝負所で仕掛けが遅れ、直線で、シュタルトに前をカットされた影響もあり、足を余して、遠心フラッシュの5着に敗れた。東京優勝後は、 休養に入り、年末のナルオ記念に、岩田厚生記場で復帰。2番人気に支持され、レースでは、昼のダムールに、半馬審査をつけて勝利。待望の重賞発制覇となった。続けて出走した、有馬記念では、クリストフルメールに記場を依頼。6着に検討した。2011年日経新春杯2011年。 金シャツ証拠場になり初戦は1月16日の日経新春杯にウンベルトリスポリ機場で出走。当初、日経新春杯は同じ場所のローズキングダムとの兼ね合いから出走回避も考え、翌週のアメリカジョッキークラブカップに出走することも検討されていたが、結局出走することになった。2番人気に支持され、四角手前で進出開始し、 直線で先頭に立つと、断然人気のローズキングダム、3番人気、ヒルノダムールといった同期を寄せ付けずに馬審査で完勝ナルお記念に続く重賞2勝目を挙げた。この後、ドバイシーマクラシックへ出走。安状にクリストスミオンを迎える。レースでは、コースタートから3番につけるも、交正面で折り合いを書いて逃げる形となり、 直線半ばで失速して6着に沈んだ。帰国後、5月28日の金シャチ賞に、福永祐一騎乗で、出走、1番人気に支持される。スタートで大きく出遅れるも徐々にポジションを上げると、直線で逃げ粘るキャプテントゥーレを捉えて、重賞3勝目を挙げた。6月26日の宝塚記念は1年ぶりに、横山範博騎乗で2番人気に支持される。 レースでは、道中後方から徐々にポジションを上げていったが、直線では、前走のような末足は見られず、離されたアーネストリーの5着に終わった。秋は、ステップレースを使わず、天皇賞に、安藤勝美との新コンビで出走することを、表明したが、詰めの不安から、同レースの出走を回避した。12月25日の有馬記念では新たに、 イオリッツ・メンディザバルを安城に迎えて出走。単勝11番人気の低評価であったが、レースでは、後方から前場中最速の上がり33秒2の末、足を繰り出して4着に構想した。2012年に軽症有馬記念から1ヶ月後のアメリカジョッキークラブカップに出走。前年の金シャ致賞以来となる。 福永祐一とのコンビでの出走で一番人気に押された。レースでは、後方待機から第3コーナー第4コーナーで、外からまくるように前へ進めると直線では、豪快に伸び、中山内とに3馬身の差をつけて優勝。重賞4勝目となった。3月24日の日経賞では、中段やや後方寄りでレースを進め。 直線をやげるも大逃げを打った猫パンチを捉えられず3着に敗れた。自走は香港に遠征し4月29日のクイーンエリザベス2世カップに出走。レースでは内目の3番手で控えると直線で楽に抜け出し2着のサムザップに3バッシン3、4の差をつけて解消。GI 初制覇を海外で成し遂げた。このレースには 香港勢としては、独2000ギニーバイリアン、欧州勢としては、オブライエン9社から、前年のアイダービー、セクレタリアとステークスを制した、トレジャービーチなど、高メンバーが出走しており、ルーラーシップの強いレースぶりは香港のみならず、欧州でも高く評価された。6月24日の宝塚記念では、クレイグ・ウィリアムズが騎乗し、出遅れ気味のスタートから行位に取り付き、 直線では、外から、早めにスパートしたが内からオルフェーブルにかわされ、2場審査の2着に、敗れた。10月28日の天皇賞では前走に続き、スタートで出遅れて、道中は、後方待機。直線では、大外から、メンバー最速体の上がり33秒1の足で、追い込んだものの衛進フラッシュの3着に敗れた。 続いて出走した11月25日のジャパンカップでも参冠品馬、ジェンティルドンナを抑え2番人気に支持されるもまたも出遅れ。直戦でもメンバー最速の上がり32秒7の5足を繰り出すも、ジェンティルドンナ、オルフェーブルから離された3着止まり。実装、12月23日の有馬記念では、出遅れ癖を解消すべく、出遅れ。 帽子用の強制器具を外すなど、万全の体制で臨んだが、スタートと同時に、ゲート内で立ち上がってしまい、中馬身近い歴史的な大いで遅れとなった。それでも、最後の直線では、大外から追い込んだものの、勝ったゴールドシップや真ん中を抜けたオーシャンブルーを捉えられず3着に終わった。12月26日に、現役を引退し、ヤシロ大スタリオンステーションで、 種ボバとなることが発表された。種ボバとして2013年から種付けを行っており、初年度は208頭に種付けを行った。初年度産区は2016年にデビューし、いぶきが産区初勝利を挙げている。3歳を迎えた2017年には、奇跡が菊花賞を制して、産区の初重賞を呼び、初 GI 勝利を達成した。 JRA リーディングサイヤーランキングでは、2017年12位、2018年8位、2019年5位に輝いており、堅実に3区は結果を残している。ありがとうございます。